神奈川県津久井郡の範囲津久井郡は神奈川県にあった郡。1955年の合併の結果、当郡は城山町、津久井町、相模湖町、藤野町の4町で構成されることとなった。2006年3月20日に津久井町、相模湖町の2町が相模原市に編入されるまで明治以来の郡域に変更はない。 面積は238.44平方キロメートル2丁。編入直前の2006年3月1日当時の、軍域の総人口は72,871人であった。丹沢山地の北側に位置し、相模原大地の北西端を占める白山町東部を除き、全域を山地が占める。その間を相模川や道志川、串川及びそれらの支流が流れ、 それらの河川によって形成された断片的な歌手段球がわずかな平坦地として分布する。江戸時代後期から昭和初期にかけては養蚕と織物産業が発展した。道志川を境に北西側の上津久井と南東側の下津久井に分けられる。上津久井は本来は甲州街道や JR 中央本線を介して、また織物産業との関連から東京都の八王子と また西に隣接する山梨県の上野原との結びつきの強い地域である。一方の勝喰は歴史的にも旧相模原市と関係が深い地域が多い。中野や川尻などが町役場の所在地がバス交通などによって橋本などと結ばれていた。特に旧城山町では相模川沿いは 対岸の旧市川と私が行われていた関係で、旧市域の集落と合併が模索された歴史を持つほか、東部に至っては、旧市域の橋本地区から連続した市街地を形成しており、合併前から事実上相模原市と一体化していた。津久井郡の人口のうち6万人を占める下津久井の2町と相模原市の結びつきが、軍内の4町すべてが相模原市と合併することになる背景となった。 現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。行政区画として発足した当時に隣接していた、軍は以下の通り、相模国に属する。大部分の区域は中世末まで愛好軍の一部とされ、奥美保と呼ばれた。一方、相模川相岸下流川の源、相模原市緑区三井、中沢、川尻など旧津久井町北部及び旧城山町北部は、 講座軍に属していた全体が講座軍であったとも言われるが明確ではない。戦国時代までにつくい、またはつくい領の名で呼ばれるようになった。つくいの古称は鎌倉時代に現在の城山につくい城を築いた三浦氏族のつくい氏に由来するとされている。つくい氏は三浦軍に名字の地を持ち、現在の横須賀市につくいの地名が残る。ただし、 この説を裏付ける文献資料は見つかっていない。江戸時代初期の1663年から1684年に、津久井漁全域が、くせけ漁から、関宿藩となり、また幕末期には、相模川以南の村の多くが、小田原藩領となっていたが、それ以外は、旗本と之ゆき地となった、いくつかの村を除き幕府領であった。 1691年にこの地域を支配した幕府大官山川定清によって正式に愛好軍及び皇座軍から分離され、津久井県と称することとなった。江戸時代を通じて地域区分の単位として県を称した全国で唯一の例であったが、1870年、当時津久井県を管轄していた神奈川県が小田原藩と掛谷の上で、 民部省へ伺いを申し出たことにより、津久井群と解消された。1、川尻村2、湘南村3、三沢村4、中野村5、太井村6、又野村7.3、木村8、猫屋村9、長竹村10、青山村11、鳥屋村右12、青野原村左12、青根村13、内郷村14、小原町15、 地義与村十七寄席駅十八吉野駅十九小渕村二十沢井村二十一日蓮村二22、桜村二十三牧野村二十四佐野川村自治体の変遷平成十九年三月十一日、本市と城山町、藤野町が合併し、新、相模原市が誕生しました。この合併に伴い、相模原市、城山町合併協議会、相模原市、 富士野町合併協議会は合併日の前日である平成19年3月10日をもって廃止されました。津久井郡の4町では津久井郡広域行政組合という一部事務組合を組織し、ゴミや資料の処理、消防や救急医療などの一般事務を文章していたが、津久井町、相模湖町が相模原市に編入される前日の2006年3月19日をもって、 解散した。二統合、衛生センターも相模原市、津久井クリーンセンターの名称となり、合併当初はゴミ焼却業務を続けていたが、平成21年度にゴミ焼却施設とゴミ、焼却発電施設が廃止されたため、現在は、旧市域にある清掃工場へのゴミ中継施設、粗大ゴミ受け入れ施設、資料処理施設となっている。また、津久井郡四町で、 サガミコモーターボート競争組合という一部事務組合を組織し平和島協定を主催する収益事業を行っていた。合併協議の際、合併の議論は2点3点する状態であったが、協定事業については収益が落ち込んでいたことから撤退することで4兆の意見が一致したため、2004年度限りで協定事業を廃止し、組合は解散することと決まった。 2005年3月31日をもって、組合は解散した。平成の大合併により、2006年3月20日、津久井町、相模湖町の2町が、相模原市に編入され、残る富士野町、城山町の2町も相模原市との合併協議を進めて2007年3月11日に、相模原市へ編入された。これにより、軍を構成する。 町村がゼロとなりつく井郡は消滅した。相模原市への編入に際して、旧四町は以下のように解消された。合併特例により、旧四町の区域ごとに、相模原市つくい町地域自治区及び、相模湖町地域自治区3月20日から2011年3月31日までの5年間、城山町地域自治区及び、 富士野町地域自治区3月11日から2011年3月31日までの4年間を設置していたが、相模原市は2010年4月1日に、政令指定都市へ移行したため、前日の3月31日をもって、地域自治区は廃止された。政令指定都市移行と同時に区が設置され、旧郡域は、全域が、旧市域北部の橋本地区及び、大沢地区とともに、 緑区となった、旧津久グに四町と相模原市の合併については、相模原市を参照のこと、神奈川県市別編一人物による、ありがとうございます。